きてよ。ちょっと、起きてよ。また寝ないの？せっかくの休みなんだから、デート行こうよ。え？家事と仕事で疲れてるから、寝かせてほしい。今日だけはダメ。起きてよ。もう、起きないとくすぐるかって。やっと起きた。ほら、出かける準備して。早く。忘れ物ない？大丈夫？俺が言ったもの、ちゃんと準備した？なら、いいね。なんでかって？それは、秘密。ほら、車に乗って。シートベルト閉めたね。じゃあ、行こうか。楽しみだな。どこ行くか、気になる？着いたのは誰が？ほら、すれない。あ、そうだ。今日はちょっと遠いから、お菓子とジュースあるよ。だから、ね。機嫌治った？よかった。ジュース、それでよかった。寝てるし。まあ、疲れてるから仕方ないか。着いたらびっくりすると思うな。楽しみだな。ほら、着いたよ。起きて。もう少し寝かせてって。ダメ。起きないと、キスしちゃうよ。キスしたら起きるなんて、顔も赤いし可愛いな。ほら、降りて。どうしたのって。お前が泊まりたいって言ってたホテルじゃないか。金額とか気にしないの。ほら、カバン、貸して。持つから。あ、はしゃいでこけないでよ。どう？この部屋、気に入った？よかった。夜になると、夜景が綺麗なんだよ。もう夕方だし、少ししたら、夜景が見れるね。夜は最上階のレストラン予約したから。そんなに驚かなくていいだろ。予約取るの、大変だったんだから。どうしても今日じゃなきゃダメだったんだよ。そのうちわかるから。その辺散歩する？うん。じゃあ、行こうか。この辺は、街並みも綺麗だな。ほら、はぐれると困るから、手貸して。そう、いい子だね。明日、いろいろ見ような。お前の行きたがってた場所とか、ちゃんと調べてあるから。あ、信じてないな。そりゃ、さ、俺、こういうの苦手だけど、お前のためならできるんだって。マジだって。それは、配信の時の俺だろ。今は、夜の眠りじゃないだろ。今は、お前だけの俺なんだから。動画とか、配信とか、気にしなくていい。俺だけ見てて。ね。わかってくれた？なら、いいけど。たまにはさ、
お前とデートしたかったんだよ。普段はさ、彼女扱いなかなかできないから。今日だけはさせて。何顔赤くしてんだよ。こっちまで恥ずかしくなるだろ。可愛いからいいけどさ。そんな顔してると、意地悪したくなるんだけど。ほら、こうやって耳元でささやかれるの好きでしょ。いつも配信で喜んでるもんね。可愛い、そんなに可愛いと閉じ込めておきたくなるわ。動画見たいってもう今は忘れてるわ。本当の俺を見ていい？いい返事だね。よし、あ、時間だ。レストラン行こう。お姫様、一番夜景の綺麗な席にしてよかったな。ね、料理も美味しかったね。デザートも楽しみだね。ケーキのセットって何だろうね。そんなに楽しみ？料理食べてる時も目を輝かせながら嬉しそうに食べてたもんな。ほんとよかった。ねえ、デザート来る前に話があるんだけど、いい？真剣な顔して悪い。大事な話なんだけど。あ、ありがとう。あのさ、 YouTuber として活動してる俺は応援してくれたとじゃん。俺がお前を好きになって付き合うようになってもリスナーさんを大事にしてくれて嬉しかった。みんなには秘密だったけど毎日通話したよな。俺が体調壊した時は飛んできてくれて嬉しかった。俺がリストラに会った時なんかさ、うちに来ればいい、生活は自分が支えるって言ってくれたよね。引っ越ししたら収録部屋まであって、本当はいろいろしてもらったよな。料理も家事もしてくれてさ、仕事までしてるのに大変な思いさせてごめんね。YouTube だけで食べていけるようになったら自分のことのように喜んでくれた。やっとお前に楽をさせられるって思った。俺にはさ、お前だけだよ。なのにお前と来たら俺以外の七宝配信者の動画見たりしてさ、そんなにリップ音がいいわけ？キスなら俺がいくらでもしてるだろう。近くにいるのに他の配信者見られると浮気された気分になるんだよな。そんなに俺に魅力ない？だよな、俺のが一番だよな。うん、ありがとう。ならチャンネル登録解除しようか。ね、ツイッターもフォロー解除していいよな。なんで嫌がんの？俺さえいればいいんでしょ。
なら、早くやりなよ。うわ、こんなに登録してたんだ。ひど。スマホ、貸して。はい。チャンネル登録解除終わり。ツイッターのフォロー解除終わり。はい、返すよ。はぁ、お前だけに公開収録とかしてたのにな。これからはこんなことさせないけど。だって俺が一番だよな。俺もお前が一番だよ。最初はファンになってくれた時からずっと一番だったんだ。お前からのプレゼントはずっと大事にしてたし、だから今日はどうしても言いたいことがあるんだ。お前がファンになった記念日にどうしても言いたかったんだよ。左手貸して。なんでって、いいから、あと目も閉じて、それでいいよ。ほら、目開けて。この指輪はって。これからは、俺だけの前でいてください。お前は、俺だけを見てください。結婚、してくれませんか？ありがとう。嬉しい。顔が赤いって。あ、これからは、仕事もやめて、そばにいてくれるよな。ありがとう。愛してるよ。これからはずっと、監禁してあげるね。